メシアは2020年に配信されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。現代に突如現れた救世主的な人物とその信奉者、正体に疑問を抱く CIA の攻防を描くスリラードラマ。企画、制作はマイケル・ペトローニ、出演はミシェル・モナハン、メディ・デビ、トメルシスレイなど。2020年1月1日にネットフリックスオリジナル作品として 全世界へ配信され、一シーズン限りで打ち切りとなった。中東に突如現れたカリスマ的人物、あるマスイーフが民衆を借り立て正常を不安を引き起こした。その信奉者は彼をイエス・キリストの再来だと信じている。その存在を危惧した CIA の捜査官、エヴァ・ゲラーは正体を探り始めるが、事態は国際的な騒動へ発展していく。メシアのキャスト。 上段左からメディ・デビ、止める、シスレー、ミシェル・モナハン、ジョーン・オーティス、ウィル・トラバル。2018年1月には、ネットフリックスが本作の制作を発表した。撮影は2018年6月から2018年8月にかけて、ヨルダンのアンマン、ニューメキシコ州のアルバカーキ、マウンテンエア、エスタンシア、ベレン、サンタフェ、クライネスコーナーズで行われた。 2020年3月26日、本作が1シーズン限りで打ち切りになると報じられた。本作は批評集積サイトの6点トマトズに28件のレビューがあり、批評価指示率は46%、平均点は10点満点で6.25点となっている。また、メトクリティックには8件のレビューがあり、過重平均値は46、100となっている。ありがとうございます。